はい、チャオ亀岡です。今日はですね、ウクライナとロシアのですね、今戦争って言いますかね、紛争の今状況ですね、このあたりを解説していきたいなと思っております、おります。また新しいニュースが出てきたのと、えー、もしかしたらですね、えー、この3日ぐらいですね、このあたりがウクライナにとって、まあ、最大の山場になるんじゃないかなと思っております。その理由とですね、どのようにすれば、じゃあこの南極を乗り越えられるのかと。 僕の仮説ですよね、えー。を話していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。かなりミリタリー寄りの話になりますので、まあ、興味がある方はね、引き続きこのまま見てもらえたらなと思います。で、この番組で,ではですね、そうそう、このね、チャンネル登録者向けに、えーまあ、期間限定のですね、えー、動画であったりとか、 え、速報などでですね、えー、僕が考えていることとか、えー、まあ、今の速報ニュースなどをですね、えー、お届けしております。なのでね、えー、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今後はね、え、ライブ配信なども、チャンネル登録者向けにやっていきたいと思っております。で、まずはね、こちらですよ、ロシアのね、えー、国境沿いに配置されていた、えー、まあ、 部隊ですね。気構師団、それから兵舶者、そしておそらく自走砲であったりとか、工作車ですね、特殊車両ですね。こういったものがほぼ全部投入されたとで。今までね、30%、40%、60%、70%で、ついに100%投入されたということになっています。もちろんこれは国境沿いにいた、えー、兵士なので、まあ、予備兵が投入されたということになるんですけども、基本的には、えー、戦略っていうのはね、えーまあ 前衛が突入されて、えー、5めですよね。5めを繰り出していくんですよね。5めの役割っていうのは、戦況に応じて、えー、その臨機応変に、その戦略を組み立てる、組み替えるために置かれていることがほとんどですよね。例えばね、合図戦争の時も、すべての軍を,をね、えー、その政府軍に投入すると、そこから先回りされて、裏側からね、えー、回られて、山から大砲撃た,た撃たれたりとか、ね、えー、別動隊がね、えー、違う動きをされると、 守りきれないですよね。で基本的には、えー、軍のね、半分程度を前面に出して、残りはね、5、えー、爪として取っておいて、例えば、裏山に登られたって言ったら、じゃあ5爪のね、えー、まあ、清流隊を行かせるとか、えー、こちらからがね、奇襲されたら、白虎隊を行かせるとか、えー、場合によってはね、玄武隊を正面から途中にさせて、兵糧をね、奪い取るみたいな形で、常に5爪で戦うんですよね。で、株式投資も同じです。ちなみにね、えー 株式投資もこういった5めで戦うように意識をすると結構リスク対応度が増してくるんじゃないかなと思います。ちょっと今日はね、えー、違う話なのでまた、えー、別の機会で話したいなと思うんですが、まあそういった意味では、もうロシアもかなり本気になったなっていうのと戦略が変わってきたなと思っています。これについてまず話したいんですけども、ロシア軍はね、こんな投稿をしました。えー、ヘリ部隊によるヘリボーンですね、えー、首都九州作戦ですね、これによって、えー、ゼレンスキー大統領をおそらく確保。 しようとと思思ったと思いますで、えー、そういった作戦をし始め立てていたと思います。で、3日で陥落させると、キーフをね。えー、ただ、えー、それが芳しくないと。まあ、うまくいかなかったと。で、一説によると、おこれですよね。えー、ヘルボン部隊とこういうものを言うんですけども、おヘルボン部隊がキーフに突入した場合に、したときにですよ、えー。反撃にあって、さらにね、えー、防空システムが生きていて、このうちの数機が撃ち落とされたと言われてますよね。で、ここには数十人の、 数人から数十人の、えー、特殊部隊ですね、えー、乗っていたと思うので、まあ落とされて、お落とされるいうことは悲しいことですけども、一緒に、まあ、あのね、えー、まあ、 落ちたということになります。で、かなりのダメージだと思います。で、これが失敗になったので、作戦を変えたということになりますよね。で、重心戦略ですね。に立ち戻ったんだと思います。もともとロシアっていうのはね、えー、ドイツに攻めるときも、重心戦略を得意としています。あの、レーニングラーの戦いのときとかもね、えー、都市を包囲して、囲い込むようにして、その一体は先に進んで、えー、残りの部隊で包囲すると。 で、このね、援軍に駆けつけようとするね、えー、部隊も押し戻しながら、えー、ここをね、殲滅をしていくっていうやり方なんですけども、レーリングライの戦いとかね、えー、ドイツ包囲戦とかそういう形にをとっていますよね。基本的にはまあ物量で生かせた戦いに変えてきたということになるので、より、えー、ウクライナと、ウクライナにとっては不利な状況になりますよね。 で、さらにね、えー、前線の部隊、若い徴兵部隊だったと言われてますが、この後ね、えー、出てくるのは正規軍になると思います。つまり、熟練のしっかりと訓練を受けた古参兵になりますよね。 えー、彼らがおそらく投入されてきて、前衛にあった、そういった疲れたね、もしくは戦意を失っているような若い部隊は、おそらく後方に引き下がると思いますね。より、だからその強い部隊が前に出てきたんじゃないかなと。こういうのは、ね、よく戦略上やるんですね。ローマ軍も、えー、その前衛は若い兵士、後ろは古参兵って形で組んだのが、えーまあ、その戦い方として残ってますし、えー、基本的にはその方が、相手の出方を見ながら、同じですよね。5、えー、爪で戦略を組み替えられるので、 今度はね、かなり本気の戦いをしてくると思いますよね。で、そのために今ね、えー、和平交渉とか、えー、人狼、あれですよね、えー、人を逃がすための、お今ね、いろいろやったりやらなかったりみたいな形で揉めてますけども、おそらくその停戦交渉とかはもう時間稼ぎだと思いますね。で、補給と前衛と後衛のね、部、え、隊、ー、配置が終わったらですね、おそらく一気に攻めてくると思いますね。なので、ここ2、3日が非常に大きな山場になるんじゃないかなと。逆にここをなんとかね、 持ちこたえられれば、ウクライナに、えー、少しちょっと勝機ですよね。もちろん完全に勝つっていうのは難しいですね。和平での勝機ですね。が出てくるんじゃないかなと思います。そのために、えー、今ね、僕はこの作戦がいいんじゃないかなというのを後半で話したいなと思ってるんですけども、ただ非常に苦しい状況になっていると思います。特に、えーじゅえー、重心戦略なので、えー、都市がどん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 包囲されながら、先に先に軍隊が進んでますよね。今の、今ね。 えー、なので、えー、各、あれですね、防衛拠点ではなく、えー、軍事施設とか、あのー、原発などが落とされてますよね。あれは、えー、重心戦略でどん,どんどん先に先に向かわれてるからですよね。ただ、都市も包囲されたままなので、まあ、かなり苦しいと。で、こういった状況を睨んで、おそらくこの3日、えー、後方の、いわゆるね、えー、歴戦の熟練の正規軍が、キエフとか、キエフであったりとか、各都市を攻めるのが、この3日以内に始まると思うので、えー このね、えぇ、ー、英米のレンジャーが、ギレンスキーをの亡命作戦を多分打ち立てたんだと思います。だから英米のレンジャー部隊は、とか英米のね、もちろん作戦司令部などは、読んでるんだと思いますね。これもうそろそろこの3日が山をだなっていうのが分かってるので、ギレンスキー大統領に、えー、亡命を、まあ、まえー、促したと。いうニュース皆さん読んだと思いますけど、っていう、まあ全体の流れなんだと思います。今の状況ですね。 でね、これですね、えー、英米が大統領脱出準備ということで、えー、ただ、まあ、ギレンスキー大統領はね、強い大統領なので、えーまあ、私は逃げないということを宣言しましたよね。なので、えーまあ、ギレンスキーは正直、まあ,あの、もちろん僕はそれ望んでないんですけども、亡くなったとしても、その意志は引き継がれると思いますね。えー、残った、その義勇兵とか、えー、難民とか、今戦っている兵士たちにね、えー、最後のメッセージもおそらく取り終わってると思います。 なぜかというと、自分がいつ亡くなるかわからない。まあ、打ち、打たれるかわからないので、打たれた後に、おそらく世界に対するメッセージは、ギレンスキーぐらいだったら残してると思いますね。亡くなった後に、それが我々に届くっていう準備はできてる。それぐらいの覚悟を持ってるってことになるので、それをやせやすとね、やせやすと我々が、その、やめた方がいいとかね、撤退した方がいいとか、あのー、そういうことをね、軽々しくて言うべきじゃないなと、僕はね、強く思いますね。まあ、橋本さんに言ってるんですけどね。 で、そもそも、まあ、これは別の動画で話しますけど、そもそもウクライナっていうのは侵略と支配とね、えー、の歴史なわけですよ。だからウクライナのね、歌にありますよね。我々は滅びないと。我々はね、えー、滅びないっていう歌があるんですよ。あれはもう何百年とわたってずっと侵略と支配を繰り返されてきたって。そういったその国民性なんですよ、ね。それでもまマリのようにね、復活をしてきて、えー、太陽に向かって、えー、自分たちは必ず復活をして滅びない。そういった もうその長年の苦しみの中で彼らのアイデンティティというものは出来上がっているわけですね。まあ我々も本当はそうなんですけども、この70年間で忘れてしまっているものを彼らは持ってる。そこをまあすごいなと、本当に率直に私は思いますけどね。まあこれはちょっと別の動画で話しますね。で、今はね、えー、こういった形で、えー、そうですね。えー、かなり進行されてますが、まはあ、かなり頑張ってる、いますよ。 で、特にキエフに関しては、キーフですね。もうキーフって言ってくれって、ウクライナ政府で言われたので、あの、別に僕は直接言われてないんですけどね。なるべくキーフって言いたいんですけども、まあ、慣れもありますよね。まあ、キーフに関してはキーエフのことですね。えー、あれですよ。もうかなり攻め込まれてはいます。で、まあ、橋を落として、あとはもう、都市防衛戦略になっていますよね。で、ここに対して、まあ、その車両がかなり長び、長くね、車列があるということなんですけども、ここを落としたい。なんとかここを落として、まあ、 シルぞかしたいですよね。そうすると士気が上がりますし、この辺が動揺すると思いますね。キーフを落とせなかったと。で、お、え、そ、ー、らく主力ですよね。残りのその、精鋭の正義軍はこっちに向かっていると思うので、ここを止めたい。で逆、撃退するっていうのが今後の最大の戦略になってくると思いますね。そうすれば、ここなんとかなると思うんですよ。正直な話。あの、式が一気に落ちますし、ここを落とせなかった場合に、 作戦を変更せざるを得ないですね。ロシアとしては。おそらく和平ってことになると思います。プーチンがまともだったんですよ。まだまだやるってなると、それはだってあのね、ロシアの奥の方から、えー、極東部隊とかを持ってくるって話になるので、もうその NATO も出てくるとかそういう話になってきますよね。これ以上続けるんだったらね。ただまあ、まあ、ね、ケーにも、ケーにしましょう。ケーに関して、えー、今、都市防衛戦略とても最後の大詰めになってますよね。なので、 これどうするのかっていうことをね、今から話したいんですけども、まずね、NATO を介入させた方がいいんじゃないですかって質問が、僕はツイートでね、毎日こういった、まあ、あの、動画に上げにくい、細かい情報はね、ツイートで皆さんに発信してるんですけども、たまに質問が来るんですけども、僕はね、NATO の軍事介入には賛成ですかって質問に関しては、今はね、NATO の軍事介入はしない方がいいと答えています。それなぜかというと、もちろん、 その第3次世界大戦につながってしまうのもありますし、その戦地が広がると、むやみにね。やっぱ戦地を広げるというのは良くないんですよね。その一番のその戦争の指揮官がやるべきことは、戦場を広げない、戦地を広げないということなんですよね。この場合 NATO が参加してしまうと戦地を広げますね。ポーランドに撃ち込まれる可能性がありますし、ルーマニア,アに対してミサイルが撃ち込まれる可能性がありますよね。 で、えー、さらにね、ドイツ、フランスとか、えー、いろんなところに、えー、被災が飛ぶ可能性があります。これはね、やっぱり悪手だと思います。なので、何とか戦地、戦場を広げないということを考えると、やっぱ NATO の軍事介入は今はしない方がいいんじゃないかな。これはその、人道的な意味を超えてね、話してます。で、あとね、NATO が軍事介入すると、今のところ停体裁的に止めているベラルーシも参入参戦してくるでしょうと思いますね。そこに大義名分が生まれるので、ちょっと上からベラルーシが来ると、 ここを横断されるんですよね。ここを横断されるとかなりきついですよね。補給路が叩かれ、叩かれるので、もちろん本当は入っていると思いますよ。ベラルーシもね。ひっそり。ただ、それはその山岳レンジャーとか、目立たない形で入っていると思いますので、正規軍が気候手段として入るというのは厄介なんですよね。それを止めたいところになると、今のところ今、あの、入る口実を与えてないので、これ NATO が介入しちゃうと入ってくるので、それも防ぎたいと。ただね、 この兵器提供と義勇軍、それから潜伏しているだろう、おそらくね、米、レンジャーだけでも、おそらく、えー、3両団分ですね。まあ1両団が2000名だとすると、2000名,2000名から3000名ですね。もう師団程度は入ってると思ってもいいでしょう。西側からね。これはあの義勇軍を中心にしてでしょうあと兵器提供ねとかね。あとそれを教える人たちってことですね。わかりやすく言うと。もう教えながら戦っている可能性もあるで。もうそれを打たれたらね、これね、その、 あの、ジャブリンこうやって打つんだよってバーンってきたら、それはこうやってやりますよね。っていうぐらいの、その、人たちが、まあ、師団程度いるってことです。なので、まあ、これ以上ちょっと、まあ、あの、広げない方がいいんじゃないかなと僕も思ってます。ここで手打ちを決めるってことですね。まあ、よくね、えー、今の現代の戦争は昔と違って、右手で殴りながら左手は握手をしたままって言いますよね。これは、やりすぎないってことですよね。まあ、そのプーチンが相手なので、 ちょ,ちょっといかんともしがたいですけどもそこはもう各国が今ね中国だけではなくて、えー、トルコそれからイスラエルもちろんフランスいろんなところがね南アフリカも多分出てきてるのかな交渉の場にね何とかつかせようとして頑張ってますので、まあ、いずれはそれはね止血されるとは思ってはいます。 えー、でもね、やっぱりその戦地を広げないってことは大事なんですけども、まあ、米軍もね、B-52 ですよね、えー。これ前の動画が、まあ結構昔の動画で話したと思うんですけども、B-52 がね、出るっていうのは結構、結構深刻なんですよね。B-52 っていうのは、その戦略爆撃機だではないんですよね。これは核爆弾を搭載する核を、核兵器に近いんですよね。本当に世界の終末に飛ぶっていうのがこの B-52 なんですよ。それぐらいの、まあ結構、 圧力があるっていうことになりますので、えー、か、おそらく核も積んでるでしょうと。まあ、それは分かって、なんでしょうね。分かって飛ばせるので、なので、ほ、同時にホットラインってことなんですよね。えー、核戦争起こらないようにホットラインもやりながら飛ばすっていう。で、これも同じですよね。右手を殴りながら左手を握手を離さないっていう。もうそういったかなりギリギリの状態になっているので、皆さんがね、えー、私たちがメディアのテレビで通すよりもかなり緊迫していると思った方がいいんじゃないかなと思います。なので、ウクライナだけで、その、キーフを守る。キーフを の都市防衛線を守り抜くとになると、僕はもうこの無人戦闘機ですね、あの、トルクが保有している、えー、この無人戦、ちょっと名前忘れちゃった、名前忘れちゃったんですけども、あの、バイダルとかな、なんとかバイダルって言うんですけども、もういろんなこと話せると、ちと名前さすがにちょっと忘れていってしまいますが、これを提供して戦うしかないかなと。 思いますね、で、このバイタル結構戦果上げてますし、無人なので、えーまあ、コストの割には、えーまあ、非常にね、えー、成果って言いますかね、リターンが大きいですよね。人の人命にもかからないので、でアメリカが買い取ってね、あの裏でね、えー、そのウクライナにこれを300機ぐらいあるかどうかわかんないですよ、トルコにこの在庫はね、あるかどうかわかんないですけども、提供して、これでキエフの北,北上の車列、および、えー、その補給路を叩くっていう、 これを一撃必殺でやるしかないんじゃないかなと思います。まあ、もちろん僕が考えてるぐらいのことはもうシミュレーションで、えー、いい悪いはもう多分論議されてると思うんですけどね。アメリカとイギリスによって。まあこれが一番叩きやすいんじゃないかなと。もちろん、その300機っていうのは小出しにしないですよ。この場合は一撃必殺なので、300機べてを、で、上空を覆うぐらい、覆うぐらいに一気に叩くということになります。当然、えー、ロシアも警戒するので、対空砲とかね、えー、 各ね、えー、連想型のね、ミサイルとかで撃ち落とそうとすると思いますけども、300機ありいればね、かなり、えー、ダメージを与えられるんじゃないかなと思いますし、入れ替わってる、今、補給とね、えー、前衛と後衛が入れ替わってる段階なので、これ、あの、ミッドウェー海戦でね、えー、あったんですよね、赤木を含めた、えー、帝国艦隊ですね。帝国艦隊が結局4隻すべてもう沈められたんですけどね、あの、飛龍とかね、赤木、加賀、それから、 まあなだっけな忘れちゃいましたけども。で、こちらの方が圧倒的に日本帝国の方が圧倒的にあの空母の数多かったですよね。連度も高かった、式も高かったと。一方、アメリカは3機ですよね。3隻しか、まあ、空母がなかったんですけども、結局、ヨークタウンかな。一隻空母を落とすだけで負けてしまったんですよね、ミッドウェー海戦ね。これによって、まあ、大転換期を迎えて、日本海軍は含めて、えー、大日本帝国は、まあ、敗戦に向かっていくんですけども、 その,その時に敗戦をした最大の理由も一つに一つにですよ。いろんな理由,が理由があるんですけども、やっぱりその兵装の転換だったんですよね。兵装の転換に隙が生まれたんですよ。その時は、えー、その雷撃とあの爆撃って言って、まあ、ミサイルの種類が違うんですけども、おそれを入れ替えてたんですよね。えー、まあ要はその空戦用と対艦用にねあ艦、艦船用に入れ替えてて、それで手間取ってるうちに攻撃されて沈められちゃうんですけども、今ロシアのこの、おそらくこのキーフ、 中心で起こっているのはおそらく兵兵装ののの転転換換と員なんですねこれほどの隙がないんですよねこの隙をただ、ね、あの地上軍で突入するのはもう日本軍の万歳と同じでかなりその打撃が大きいですし反撃あってうまくいかない可能性があるんですよねそれを覆すとしたらその今のこの瞬間ですよねもうあともう1日使かせたらもうそれ終わっちゃうのでこの瞬間をこの無人戦闘機で叩く しかも300機同時に一気に、そのもう随時投入じゃなくて一気投入ですよね。これ随時投入今やったらダメですね。随時投入ほど今ほど悪手はないので、一気に300機投入して叩くと。で、同時に、えー、地上軍で、えー、一気に、その、押し戻すっていう。この作戦しかないかなと思っています。そうするかどうかは別にしてね。えー、で、これね、あのー、無人戦闘機だったら、この操縦してる人ってみ見,見えないのでね、<laughs> ウクライナ人か、 その義勇兵か、見分けつかないじゃないですか。しかもこの辺から操縦できるので、これがね、一つポイントになってくるんじゃないかなと思います。例えば、ね、別にそれがポーランドの義勇兵でも、ベルギーの義勇兵でもいいわけですよ。ドローンさえ操縦できればね。ここに正機があるんじゃないかなと思っています。それではね、今日は以上になります。高速で。